どうもこんにちは、中野敦史です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後に今日はロト6なんで抽選前の心境について話して、そして最後にロト6の結果の確認をしたいと思います。まあ今回もロト6は購入せえへんねんけど、予想した数字の確認、何個一致するかの確認だけしたいと思います。またちょっとそのロト6数字が離れてるから、今回どういう感じで来るのかちょっとわからんねんけど、まあなんとか昨日頑張って予想したんで当選できたらいいかな。もうかなりその当選が遠のいてるから、いつ当選すんのかなっていう感じで予想し続けてるけど、でも継続したらまた当選はできると思うから、継続して予想していきたいと思います。あと、ロト7も2口予想で継続したいと思います。また、そうやな、予想。明日からロト6の予想を始めて、そして、あさってはロト6とロト7、最終確認したいと思います。今日はもうロト6の結果報告だけかな。今日は、ライブ配信はせずに、明日からまたライブ配信します。今日、どうやろうっていうのはあるけど、まあそうやな、ここ最近本当ロト6が数字並びが難しいから、結構悩みながら昨日予想してんけど、2口目に40番台入れてんけど、ここ最近やっぱり40番台が多いから、出る可能性結構高いんじゃないかなと思って、可能性はあると思う。10回中7回か8回ぐらい出てるから、40番台が、1個は出るんじゃないかなと思ってます。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。